皆様こんにちは、イートキンコングです。コストコといえば大容量で安い、そんなイメージないですか？僕もね、最初行き出した頃はそんな感じで行ったんです。あ、ちょっと安く買えたらいいなみたいな。大量に買ってきてね、で冷凍保存の仕方を YouTube とかブログで見て、で、あ、こうやって冷凍してたら安く使えるなみたいな、便利だなって思ってたんですけど、コストコに行き出して約2年、やっぱりね、コストコの素晴らしいところってあのお肉ですよ。で、僕のチャンネルではここ最近はね、やっぱお肉美味しいので皆さんにできるだけ紹介したいなと思って、塊肉を買ってきてどんどん料理を出してきました。でね、今回とんでもないお肉見つけましたよ。ティーボーンラム、僕今食べ終わった状態なんですよね。食べ終わって本当に美味しい。こんなん家で食べれるみたいな、こんなお肉スーパーで買えないよっていうのがね、実際コストコで買えて家で食べれて家族全員大満足なので、これをね、皆さんにお伝えしたいと思って今回の動画撮りましたよ。まあラム肉自体、好き嫌いはあれども、好きな方スーパー売ってないですよね。ラムのスライスとかじゃないですか。あの塊の肉ってなかなか売ってないと思うんですよ。で、あっても、あのラムチョップでしょ。ラムのティーボーンあんま見たことないと思うんですよ。これコストコにあります。実際ね、今回焼いてるんですけど、本当にささっと焼くだけ、アルミホイルでかぶす、もうよくやるじゃないですか、ステーキとか焼くときに。もうその同じやり方で、めちゃくちゃ美味しいお肉。これはね、もう感動したんでね、これもうぜひお伝えしたいなと思ってね、急遽撮影しております。YouTube ってね、やっぱりこのリアルな感じをお伝えすることが YouTube かなと思うんですよ。例えばね、あのコストコって、インスタグラムとかブログとかで、値段とか個数とかグラムとかめちゃ詳しく上げてる方いらっしゃるじゃないですか。僕もめっちゃ参考してるんですよ。それで分かることを YouTube でやったって、あるやん、知ってるよってなると思うんですよ。せっかく YouTube って動画なんで、なんかこのリアルな感じをお伝えしたいと思って、リアルにめっちゃ美味しい。ほんと焼くだけで、こんなお店ですよみたいなっていうのができるんで、この後の動画を見て、一回焼いて食べてみていただきたいです。そうすると、なるほど、それはコストコ行こうよとなると思います。スーパーで買えるものは別にスーパーで買ったらいいと思いますよ。例えば鶏肉あるじゃないですか。コストコ安いんですよ、鶏肉。ただ僕もね、日々料理するんですけど、コストコって大容量じゃないですか。じゃあ例えば鶏肉買ってきます、冷凍するでしょ。やっぱりね、品質落ちますよ。日本のスーパーってやっぱり鶏肉ってすごい豊富でフレッシュなものが売ってるので、もうそれなら買ってきてそのまま焼いて食べた方が絶対美味しい。やっぱワン冷凍入るんで品質落ちるんですよね。だ、本当にね、美味しいもの食べようと思ったらその日に買ってその日に食べるっていうのがやっぱり美味しいと思います。冷凍しない、そういった意味の中で、ラム肉のティーボーンなんて普通のスーパーに僕売ってないと思う。僕の近所のスーパーにはまず売ってないです。それがコストコに行ったら買えるっていうことなんで、やっぱりね、それがコストコの良さ、スーパーとしてコストコええやんみたいな。もしかしたら僕のチャンネルではマニアックかなって思うかもしれないんですけど、僕の気持ちはそういうことで皆さんに紹介しています。できるだけなんか他のスーパーにはないもの、あ、コストコこんなんあんねやっていうのをね、買って紹介してるので、そういう参考になればなと思います。じゃあどんな風に焼いてんっていうのをね、この後の動画でご覧ください。どうぞ。軽くです。軽く。ニンニク入れます。もう皮付きのままです。さらにローズマリーも乗せて香り出しです。じんわり火を入れたいので休ませます。じゃあ、付け合わせのパプリカ焼いていきます。いいでね。はい、これでラムグリル完成。ほら、ほら、いいよ。うまめちゃくちゃ美味しいやん。このラムめちゃ美味しいね。サーロイン行ってみましょうよ。サーロイン行きます。いただきます。うん、
ぱりね、ちょっと脂があって、うまっ。じゃあ、こう食べる。50個はいける気がする。うまいね、これ。めちゃくちゃおすすめ、ティーボーンステーキ。めっちゃおいしい。もう、超高級レストラン。これ、家で食べれたら幸せじゃん。めっちゃ幸せ。ね、めちゃくちゃおいしい。そんなにラム強くないよね。うん、ラム臭が。全然。もう、もう。めちゃくちゃおいしい。これはね、リピートですな。最後までね、見られた方ありがとうございます。本当に焼くのはめちゃくちゃ簡単です。ステーキと一緒。分厚いお肉焼くときは表面焼いてアルミホイルでくるんで表面の熱が徐々に中に入っていく。もうこれだけです。僕レストランでも働いたんですけど同じ手法を取ります。これがちょっと難しいでしょ。難しいから今真空にして60何度のお湯につけて一定に火を通しましょうっていう機械が出てるわけですよ。ただね、そんなに難しく考えなくていいです。フライパン温めて水落としてジュッって言ったら温まってるわけですよ。そこにお肉入れて焼き色おいしそうについたら取り出す。アルミホイルでくるむ。焼いた時間の3倍ぐらい休ませてください。で食べる時にもう一回焼けばいいんですよ。じゃあ表面あったかい、中にもじんわり火が通ってる。もうただこれだけなんです。これはやれば誰でもできます。みんな最初素人なんで。ただおいしいお肉を買うっていうことってなかなかできないじゃないですか。レストランって各お肉の仕入れ先からいいお肉仕入れるわけですよ。これがお家でできたらめっちゃいいでしょ。でそれができるのがコストコなわけなんですよ。ということで今回はティーボーンのラム肉をコストコで買ってきたという内容でございます。うちの家族はねすごい満足してくれたし、僕自身もやっぱ感動したんで、やっぱ料理で感動するってなかなかないと思うんですよ。それをねコストコではねできる商品があるので、ぜひね僕の動画も見ていただいて、あ、こんな商品あんねやっていうぐらいでもいいんで、チェックしていただいたら、他の動画とはちょっと違うような楽しみ方もできると思います。これからもね、どんどんお家で楽しめる、これは美味しいっていうコストコ食材ご紹介していきます。それでは次の動画でお会いしましょう。イトキンコングでした。バイバイ。また美味しい食材探しに行きます。